おいすこんにちは、アムリです。今回は柴達也くん使っていくんですが、ちょっと隠れたね、使い方をしていこうかなと思います。で、ゆうたさんという方のね、編成を参考に組んでおります。で、概要欄の方にツイッター貼っておりますので、よければね、そちらも参考になるかなと思いますので、フォローの方もお願いします。で、ですね、今回を使う柴達也くん、リーダースキルだけちょっと一応言うんですけど、水闇の同時攻撃半減の攻撃40倍で回復3倍で2か3の固定ダメージを持ち、で、水闇属性で HP に 2.3 倍という感じになってまして、HP 4.6 倍あって回復力も漏れて、超高度へも対応力があっていいなっていう感じになってます。で、今回は編成としてはこの上条斗真くんを使っていきます。これがね、意外と相性がいいというか、上条斗真くんリーダースキルはね、3色以上で 77% 軽減の攻撃15倍、参加さんってドロップ消すたびに 1.2 倍ずつ攻撃が上昇しますよという形になってますので、これをね、多色でね、今回運用していくんですね。基本的に今までの編成って柴達也くんを、黒飛びと合わせるとか、柴達也くん同士で合わせるとかして水闇で攻撃していくがメイン。今回も攻撃する色は水闇がメインだけど、水闇だけじゃなくてもう全色決めていくよっていう、これによって無効貫通潜在を生かしていくよっていう感じですね。これで無効貫通の敵をスキルを打たなくても突破するっていうね、一人で160億出せますからね。はい、そういう感じの編成になってますね。結構面白いね。で、上条斗真くんは神キラーさんとすごいメリリス対策、遅延2個、上は推薦武器、代用との解説は後半でやります。サブの解説代用としてはもうアテン君ぐらいしか説明はしないですけど、でラストオーダー、これね取ってください。黒メダルですけど、取る価値十分あります、いろんな方 YouTuber さん解説してると思いますが、取らなくていいですって言ってないはず。見てないけど誰の動画も誰の動画も一回も再生してないけど、取らなくていいですっていうやつは俺は信用しない絶対取ってほしいんだけど、このキャラクター。操作化耐性つけてて L 字持ってるからね、これ強いんですよね。クライム完封できるし、で L 字アシスト無効解除、チーム HP 2個も強いですね。上はアイアンマン武器つけてます。で、みゆきですね、スキブ潜在遅延2個で、上は水着の、水着っつうかバンド、レイランですね、レイラン武器つけてます。お邪魔完封と回復力持ってます。で、アテン君ですね、バインド耐性、回復プラス潜在で2個吸って遅延4つ。上は、これもバンドか、あれは。エキドナですね、はい。で、柴達也くんは無効貫通潜在遅延2個、これ1個はグレオン武器と、潜在とは一緒で、フレンド枠の方には街道武器をつけています。はい、これで泥鏡を違う色で補ってるよといった形です。じゃあ、やっていきましょう。はい、じゃあ実際に、屋上ですね、やっていきたいと思います。BGM は、もう常々これです。あんま屋上の俺 BGM ね、屋上やるときは好きじゃないよね。普段なんか、解説とかはいいかもしんないけど、陽気すぎてあんま好きじゃないんですよね。逆に、強調の BGM はめっちゃスコですけど。はい、エキドナ武器を打ったらラストオーダー空打ちですね。上が溜まってもしょうがないんで、次の階層で覚醒無効飛んでくるので、で、上条斗真くんを変身させて、また待っていきます。で、最後の一ターン、敵が行動する一ターン前になったら、こっちのみゆきが溜まるのでみゆきを打って、で達也を編集させていきます。でとりあえず1コンボしながら2ターンぐらい、1ターンでいいかな、1ターン待ってサブの達也変身させて、もう2ターン1ターンかな、もう1ターン待てばいいかな。とにかく次の階層で操作短縮が来るので、みゆきが次の階層で打てるよっていう状態になったら突破して OK のサインですね。で突破する際はダメージ吸収の敵がいますので、上条斗真くんのスキルを打ってダメージ吸収をしていきます。ここはそうか、2ターン耐久か、2ターン耐久して上条を打って突破か。良くも悪くもドロリフするんでね、盤面整えててもね、なくなっちゃうっていうね。ここね、水か闇の全体がないとね、ワンチャンワンパン抜けないっすよね。だから、ドロリフするのがちょっと悪く出ちゃうとこですね。はい。水闇全体があれば普通にワンパンできます。はい。続いて2階層ですね。2階層は覚醒無効と、属性吸収と操作短縮、回復力減もしくは HP の増加のどれかですけど、今回は操作短縮ですね。回復力減もラストオーダーが解除してくれますし、操作短縮に関しては、みゆきが解除してくれるので、で、ここからアテンの軽減を貼っていきます。別に貼らなくても耐えれるっちゃ耐えれるんですけど。
次の階層の先生が強いは強いけど、アテン君貼らなくても耐えられる説あるんだけどね。ここ、うん、全然耐えれますね、この感じは。で、ここは水の全体攻撃でもう飛ばしてください。副属性が水なので闇吸収は基本的に気にしなくて結構ですね。マテリアルバーストを片方発動してないと、まあ一発抜きは無理かな。二発抜きになるかな。まあ別に二発でもいいですけど。はい、OK ですね。いや、マテリアルバースト発動っていうのがさ、すごい村井さん感あるよね。なんか、俺の必殺技って、あれやってほしいね。マテリアルバーストで。本当にそのまんまだもんね。で、フィレム4階層に関しては、まずは何も打たずにもう盤面で組んであげたらいいと思う。トゲあんまり動かしすぎるとダメだけど、まあまあ、適度に動かす分には大丈夫。で、支援されて回復花火はもうルーレットから取り出してあげれば OK です。操作時間余裕あります。あの、水と闇だけじゃダメなんで気をつけてください。上条トーマくんが3色必要になるので、まあ木か火か光かどれかね、もう1色取り出してあげる必要があるんで、火力はね21色簡単に出るんで余裕です。で、5階層ですね。今回は君が誰だお前の名はなんだ。クナシか。はい、クナシはね向こう張ってくるので、全色を決めてあげてください。色、それで終わりです。毒とかちょっと降ってきてうざいですけど、今回は2パンになってます。まあ、もちろん達也を変身させる、変身じゃないわ、撃てばマテリアルバースト撃てばねワンパンなんですけど、まあお任せします。次のフロアでフラグが出た場合がねちょっとめんどくさくて、盤面54を返したいんですよね。だからちょっと置いておきたいなみたいな気持ちで置いてますね。で、アテンの軽減はこの6階層からね完全にループさせた方がまあ安定度はあるかなぐらいですね。さっきの敵が喋ってアウトしていくから軽減がねループしないんですよね。まあ、ここの HP が13万6000ぐらい必要なんで、もしそれがきつそうだったらさっきのフロアでアテン君軽減打ってから突破しちゃってもいいんですけど、余裕ありそうならここから軽減ループを発動した方がまあ切れなくていいね、軽減ループがねって感じです。で、ここは L 字光と闇で解除していきます。フラクだった場合もまあやることは一緒、あの光と闇両方決めなくていいですね。フラクはね4ターンだけなので。で、水属性でしっかりワンパンしてますね。で、空間が出ました。もう空間もとりあえずは上限解放達也打ってワンパンでいいです。色全部決めて、大きいもワンパンできると思うんで、ワンパンでいいんですけど、もしなんかね耐久したいなってなって、大きい一発思いっきり10コンボで削ると多分半分超えて、半分超えると回復力減と操作時間短縮やってきてめんどくさいので、大きいは絶対半分以上で止めない、まあ書いてありますけど PDC にも。だから耐久するんならマジ最低限コンボで10コンボいかせないようにしないときついかな。で、8階層マジェが出ました。こいつも一応ワンパンは可能ですね。ただ今回達也が溜まってないので一旦普通に殴ってから2回目で思いっきり殴ってますね。達也さえ撃つことができれば大概の敵ワンパン可能かなと思ってます。で、ちょっと目覚めめんどくさいですけど、達也撃って全色決めて終わりですね。これで問題なくワンパンしていきます。闇ダメージ半減とかの敵がちらほらいるんで、そこだけ気をつけたいところはあるかな。はい、 OK ですね。まあ特に気をつけるのほんとメリディスぐらいかな、ワンパンがきついなとかなるのは。で、今回はフェゴラン出ました。フェゴランは3ターン耐久します。1コンボしてください。3ターン1コンボして、で、達也片方打って思いっきり削っていきます。達也打たなくても削れるかもしれないですけど、一応打ってます。防御力が結構硬かったはずなんですよね、確か。はい、なんで一発まず達也打って削っていきます。火属性を入れていればリダチェンが来ないので火の攻撃をやっていきます。ここは必要ですね。火ドロップを絶対決めてください。で、敵の行動ターン変わり、まあ攻撃デバフとかなんやかんやコンボ減少とかやられるんですが、まあ特に気にならないので、で、攻撃デバフを達也でまた打って、で、突破していきます。
特に困ることは何もないですね。で、10階層です。覚醒向こうが飛んできたりする場合はラストオーダー打ちましょう。ラマモアか、このアギトディオ。アギトディオのこと書いてないけど、BDC は。まあ、消せない解除、貴属性ね、一応まあ解除してあげた方がいいくらいと思うんです。で、一旦とりあえず耐久してますね。盤面を返したいので、達也が溜まり次第突破していきます。まあ、これでカンストしてるもんな、種属性は。まあ、こいつも闇ダメージ半減あるけど、まああんまりこいつは HP 高くないかなと思いますので大丈夫かな。メリディスも言っても確かね、190億とかだと思うんですよ、防御が。防御じゃねえ、防御がそれだったら高すぎるわ、HP が。なんだけどね、なんかメリディスめっちゃ硬く感じるんですよね。まあ、特にこういう奴らは2パンでもいけるからいいんよね。メリディスは何が何でも1パンしないといけないからね。あの、ネイのこの階層の次がメリディス階層なんですよ。だからここで上条トーマくん撃つっていう想定になっちゃうじゃないですか、属性吸収とかで。まあ、今回も光ネイなんで、ちょっときつくて、水属性で抜けるかなと思って一回ちょっとチャレンジはしてみたんですけど、難しかったので、まあ、基本的にここは上条トーマくん撃つことになると思います。で、撃ったら2ターン継続なので、次の階層で5ターン以内に絶対突破しなきゃいけなくて、だから、ため直しできないんですよね、次のフロアで上条斗真くんを。ここもね、チャレンジしてみました。盤面、まあほぼほぼ最大で、水属性も80億でカンストするはずなんですよ、これね。ただこれでも抜けなかったので、ああこれは無理だと、さすがにこれは無理だという結論に至りまして、上条斗真くんを打つ結論になりました。で、ここはもう盤面でそのまま行ってますね。はい、盤面最大10コンボ。ちょっと水多めで。はい、これで突破していきます。で、この次、ノクタリアだったらワンパン余裕です。メディティスが闇ダメージ半減を持っていることによって、まあきつくて。しかも水吸収だから絶対無理で、どうやっても。で、ここで活かせるのが上条斗真くんの攻撃、神キラー火の L 字および水の L 字を入れてますね。もうほんと上条斗真くんの火力をしっかり引き出す感じの組み方で、ここでガーッと思いっきり削ります。はい、もう闇以外でしっかり削るって感じですね。闇はほっとっても乾燥するんで。で、カミラですね。目覚めめんどくさいねぐらいです。で、アテンの軽減、ここで気をつけてください。こいつ喋ってアウトするので、ワンチャン軽減ループが切れちゃうんですよね。で、ボスの第一形態を突破した時に、切れてたらアテン君の軽減が受け切れないので、第二形態先生。HP 満タンまで回復しても。なので、ここで、ちょっと調整入れてますね。少し待って、アテンの軽減が、次のボス突破時に打てるぞっていう、第一形態突破時に打てるようになってから、行ってます。ここ死んじゃうんでね、気をつけないと。はい、じゃあボス第一形態です。まあ2パンですね。一発目は基本的に回復と何かの二色字になってると思うので、まあルーレットから必要な色を取り出しながら3色決めていきます。まあ回復もしっかりしながらっていう感じですね。で、この次に達也を打って全力削り、全力回復、全力削りって感じですね。まあ別にラストオーダー打ってもらってもいいですよ、回復倍率上げるために。どうせラストオーダー、この後打つってなったら最終形態のミニ残し発狂ぐらいなんで、まあ、もしくは全員エンハンスとして打ちたいところがあるかもねぐらいかな。なんでラストオーダーは、まあボスの最終形態に入ってまあ 1,2 回殴るぐらいで打っちゃっていいかなって思いますね。それぐらいで打つとミリ残し発狂の攻撃の時にはちょうど溜まり直すんじゃないかな。遅くてもボス最終形態の2回目パンチぐらいで打つのがいいかな。はい、で第2形態も特になくて、まあただただ削っていくだけですね。操作短縮が来るタイミングは敵の攻撃が3回目かな、1回目が雲作ってくる、2回目が盤面ドロリフやってくる、3回目、いや、4回目かな ?3 回目は両端操作がだったかな ?4 回目で操作短縮かな。ちょっとね、まだ覚えてないわ。
お前何回億長やっとんねんって話だけど、まだ覚えてないね、未だに。多分合ってると思う。雲、ドロリフ、両端操作負荷、操作短縮、覚醒無効からの発狂かな。なんかまあそんな感じだと思う。そんな感じだったと思います。だいたいいつも3パンぐらいで仕留めるからね。はい、って感じで今回も3回殴って突破してるかな。で、最終形態ですね。最終形態攻撃デバフ飛んでくるので、まあ達也撃って攻撃デバフ取り返しながら突破していく、削っていくような感じですね。別に上条東幕のスキル打っても打たなくてもって感じなんで、まあ、盤面があまりにもなんかひどかったら打っちゃってドロリフとして使うのがいいんじゃないかな。無効貫通は潜在でどうにかなるんで。はい、まあちょっとトゲも気をつけつつって感じですね。まあ、結構回復力も上げてはいるので復帰力もあるっちゃあるんですけど、で、達也が溜まり次第マティアルバーストを打って、これ全力削りですね。まあ、10% ぐらい削れるかな。もうちょっと削れるかな。15% ぐらいいけるかな。一応、25億以上無効のボスなので、マティアルバースト打たなかったら普通に入るんですよね。火力21億、21億で。42億ずつ。で、暗い目覚めからの、はい、ドロリフ。ここはアテンの軽減なくてもね、受け切れる想定ではいますね。半分発行。多分受けれるでしょ。割合にめっちゃ強いもんね。半減と 77% 軽減だから。で、十字消し決めながら半分いったときは、クライム解除して削っていきます。で、ラストオーダーもね、空打ちしてますね。どっかのタイミングで。ボス発狂時にちゃんと溜まるように調整してます。はい。もうあと1回マテレルバス打てば終わりっていうところですね。で、ここでラストオーダーもしっかり溜まっているので大丈夫。何が何でも勝ちですね。で、全員ハンス一応打ちます。もう絶対発狂ゾーン踏み込まない想定で。はい、もう総勢打ち、全員打ちで、はい、これで終わりですね。こんな感じで、まあめっちゃ強かったっすね。無効貫通潜在を生かすっていうのが僕の発想になかったので、結構いい、まあ新たな発見ができたかなと思いますね。はい、でタイムの方はだいたい28分ぐらいでした。ということで、じゃあアシスト10日の代用解説いきます。はい、サブに関しましてはもうアテン君しか解説しないっていう、最初まあ冒頭で言ったんですけど、もうセッカぐらいしかいない。もうシーティーならシードラ、回復ドロキョウを4つ持ってて、まあ軽減ループできますよみたいな。シードラただ 30% 軽減ループなんで、ちょっとね軽減がきついよみたいな場面があるかもしれないんで、まあセッカかアテンかみたいな感じになるかなと思います。で、ここからは武器ですね。推薦武器に関しては、ドロキョウ漏れればいいです。結局、編成の中で、前職のドロキョウが2つずつ、まあ、プラスで1個ずつあればいいかなと思いますので、まあ、アムロは全部持ってるんでね。アムロとか、バレンタインの昨夜。で、今回、推薦が補ってるのが、木と光のドロキョウなんですよ。火、水、闇に関しては、今回、グレオンとカイドウ武器で補ってるので、その他の木と、光のドロキョウが補えれば OK なんで、レイランとかレイランバールとか、もうサンタクロースがクリスマスツリーでいい。こんなんでも補える。ただ、闇ソニアが出た時に強制リラフレヘイストを作るので、あまりにも溜まった時に害が出るようなスキルは用意しない方がいいかなとは思いますね。うん、クリスマスツリーとかちょっと目覚めであんまり怪しいけど、まあ、一応ね、入手難易度が低いっていうことでね、採用させていただきました。続いてアイアマン武器です。スキブチーム HP2 個の雲があればいいです。はい。なので、メノは火とか、ファガンとか、ファガンライですね。で、あとはこれは徳川和也ですかね。この辺がいいかなと思いますね。はい、続いて、レイラン武器ですね。水着のレイランですけど、ここは回復力持ってて、まあ、お邪魔耐性もあった方がいいです。なので、なるべくお邪魔耐性が、まあ、2個以上あるものを採用しました。ムートと、水着の銀千代と、アムロさん。と、妖怪ウォッチのウサギ。名前がわからん。妖怪ウォッチのウサギ。桜だっけこいつは。で、これは、リンダマンですかね。はい、そんな武器ですね。で、エキドナ武器ですね。これも水着のやつですね。夏休みのやつで。これは、チーム HP2 個と初手の3ターンチェーンが欲しいですよというところなので、まあ、HP はなるべく多い方がいいんですけど、
毒耐性1個ですが、一応目の網図とか、戦国武器ですね、テニスの王子様で、これは毒3つだったかな、チーム HP2 個のチーム回復もあって、まあ、戦国武器は結構いいかもしれないですね。で、メイリス、なんかチャレンジ、鍵の勇者チャレンジでなんかクリアでもらえたやつですね。で、新仮面ライダー2号と、ストリートファイターのルックですね、7強と毒完封の遅延武器だったかな、HP こそないんですが、一応まあ毒完封できる遅延武器ですよということで採用してます。で、ウルトラマンブレーザー武器ですね。これもスキブと毒完封の遅延武器だったかなって感じですかね。はい。あとは、彦星とかだったかな、織姫だったか彦星だったか、どっちかも毒とスキブの完封で遅延だったか、閉鎖だったかだと思いますけど、まあ、ああいうのもいいんじゃないかな。で、グレオンかカイドウか、まあ、これは7強を持ってて、なおかつ HP も漏れて、泥強がまあ漏れたらなおよしぐらいかな。ロザリンとクリスマスカコートンと、ルティナ、正月だったかな、これは。そうですね、正月で、ミアーダですね。で、シルクカメオ、なんだっけシルクカメオカラットのカラットのやつですね。これ水属性に副属性変えるんですけど、気にならないですね。もともと水属性なんで。7強と L 字と泥強も持って、チームチームも確か1個あったような気がします。その辺でいいと思います。で、正月のエノーラですね。これがね、意外と良くて、雲耐性漏れるので、ここもね、ここで雲耐性持って、アイアンマンのところ、チーム HP2 個のなんか変な適当な武器でもいけるかなって思いますね。チーム HP チーム回復あるし、キドロ強プラスあって、で、なおかつ7強武器でもあるので、結構いいかなって思いましたね。はい。そんな感じです。以上ですね。ということで、2体取る価値あるんじゃないかな、柴達也お兄様。はい。そんな感じになってます。上条くんもね、貴族性枠埋めながらで、かなり優秀なスキルになってますので、もし買えるよって方はね、2400円だったかな。購入検討してもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで少しも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。